スマイル・デルミシェビッチさんの俳句集、ボスニア語ではいい加減な発音ですが、ミリス・ディブリエ・ビュージェというゼニッツァという読むんでしょう。ゼニッツァと出版社、これはボスニア・ヘルツェゴビナにある出版社、2013年、401句収録された本です。すべて、左ページにボスニア語、右ページに英訳がついています。まあ、その他エッセイなどもありますが、これが、まあ、この復習の、まあ、メインです。土屋直樹さん、東海大学文学部教授、スラブ諸語ができる方で、長いレジュメがありますが、いくつかポイントを私が、要約しながら、コメントをさせていただきます。ボスニア俳句詩人であるスマイル・ドゥルミシェビッチは、1956年に生まれたボスニア俳句詩人であること。でこれはボスニアというのは、ユーゴスラビア内戦の中に、まあ、いろんなことがあった国でですね、独立が1992年に独立宣言をした国ですけれども、このボスニア・ヘルツェゴビナという、国はカトリックのクロアチア人、イスラムのボスニア人、これはボスニア人と言っていいでしょう、ロシア正教のセルビア人の住む、まあ、宗教的にはモザイクの地域です。世界教会にはこの旧ユーゴ、内戦、あれ 旧ユーゴ時代から、俳句を作っているたくさんの人がいます。それから、ソリス社の一人、ソリス大会を開いたスロベニアで開いたディミタル・アナキエフもこのスルビアに生まれてスルビアでにいる人、いる、まあ、俳句詩人です。まあ、こういう旧ユーゴという、まあ、非常に面白い地域、面白いというか、地球上のあるモザイク、宗教、文化、民族が入り混じった地域の、まあ、その中のボスニア俳句詩人であると思います。そして、この人は、スマイル・ドルシェミビッチはイスラム教徒である。そして句の内容はイスラム神秘主義的な内容が非常に強い。そしてそのイスラム神秘主義は日本の神道などのアニミズムに近いというご指摘が、土屋直樹さんからあります。まあ、具体的な俳句についてはまた後で。そして、旧ユーゴの内戦中、この、ジェパという、これはこの復讐の作者が生まれたふるさとですけど、ジェパ大虐殺が、1993年に起きていると。でそのこともそのことからもこの復讐の中に収録された俳句で読んでいます。で最終的にこの、タイトル、この復讐のタイトルに使われてます。ボスニア語ではルージェというんでしょうか、英語のタイトルだとローズという、このバラという花、これはまああの古今東西の文学の中で、例えばペルシャのルバイアトとかですね、バラの詩というのは、まあ、古今東西あるわけです。最終的にはこのバラへの思いというんでしょうか、これは地上のさまざまな、矛盾や残酷さやさまざまな地上の何かを超える好奇で美しく、そして、このタイトルにあるように、この香りですね、いい匂いを立てるもの、ここに何かこの人の最終的な、ドゥルミシェビッチさんの、まあ、理想を、まあ、象徴させている、まあ、そういう復習だと思います。例をいくつか述べて私のコメントは終わらせていただきます。故郷のジェパを歌っている、これはレジュメにありますように、これ英語と、土屋さんのレジュメでは英語と、和訳がついてますけれども、英語ですと、An innocent beauty everywhere. Jepa is a tear. 涙ですね。Tear. Take your shoes off. 四方八方、無垢の美。Jepa は涙。靴を脱ぎ、祈りたまえ。この靴を脱ぎ、祈りたまえというところが、どうもイスラム教の
お祈りの仕方を暗示しているような感じがしますね。ボスニア魂、今度はボスニア人という、まあ、アイデンティティ、を、まあ、歌う句ですね。ボスニア、A country of men, stone and dream, a divine army。 これカウントリーオバマンだから女性たちから非難が来そうなんですけど、ボスニアはこれ人ですか、人石、そして夢の国、神の前兆、このディバイン、英語ですとディバインオーミン、神の前兆というところにイスラム神秘主義の、まあ、片鱗というか、それが明確に出ているわけですね。レジュメの2枚です、みんなですけども、聖なる森、しかもカシノキが登場するクマ、これは、日本の柏原神宮の柏原にもつながりますし、ヨーロッパのもっと西の、ケルトのドルイド教徒の儀式、まあ、フランスのブルターニュとかですねにつながっていきますが、そういうことですね。 A prayer in a holy grove so as to the oak who are these people、聖なる森でカシノキに向かって祈るこの人たちは誰と、聖なる森の中でカシノキを特別、神聖なものとして、崇拝して祈っている人たちは誰だろうですね。ジェパ大虐殺に関して言えば、英語バージョンですと、トムストーンズ、ムーブトゥーダミュージアム、yet they are all our kings。 墓石が博物館に無視されれ、本当は我らの王様のものなのに、墓石が博物館に無視され本当は我らの王様のものなのに、まあこれがジェパ大虐殺、その大虐殺を読んだものですね、1993年。そしてバラ、この学習がの、まあ、最終的な、まあ、なんですか、目指すもの、あるいは中核ですが、まあ、その一句ですね。これはボスニア語は、土屋先生のレジュメについてますけれども、リエトウプラグウトレヌスパジジェドヌアラプスクルージュ、ルージュがバラですね。英語サーマインプラグサドリアンオーティストアナラビアンローズ、サーマインプラグサドリアンオーティストアナラビアンローズ、プラハの夏、ああここにアラビア州のバラ、プラハの夏、ああここにアラビア州のバラ。実はこのスマイルさんの俳句はボスニア語では全て五七五を守っています。まあ、季語に関してはそれはもうちょっと守ることは無理。そして彼は、まあ、短歌も作っているということです。以上が、まあ、スマイルドルミシェビッチドルフと思ってますが、スマイルドルミシェビッチさんの俳句集ミリス・ディブ・リエ・ユージェフラグランス・オブ・ザ・ワイルド・ローズ、ノバラの方向という句集の、まあ、私のコメントです。